アイリー。ん？足来た。ゲッて言っちゃって。ディスクロニア、クロノスオルタネイト。謎理論。だだだだ謎理論。だだだだ。お前が言ってるその理屈は謎理論。いやあ、佐々木ですけど。前回、ディスクロニア、トゥルーエンドまでやったんですけどもね。今回はね、この通り、スイッチ版でプレイしております。なぜスイッチ版をやってるかと言いますと、その、VR 版にはなかった、その、追加エピソードがね、スイッチ版にはあるんですよ。あ、これ、クリア後コンテンツ。今出たようにクリア後コンテンツがね、スイッチ版にもあります。これね、スイッチ版の方で、その、ノーマルエンドとトゥルーエンドをね、クリアした後になるんですけども、これが。見てもらったら、こちらね。一番左。これ。これ1日目なんですけど、そのさらに左にここ、ゼロがあるんですよ。なんて読むこれ。調べてきたわ。これ、洋蘭って読むんやな。赤ん坊を入れて揺らすゆりかごのことを言うらしいけど。ってことは、だいぶ過去編なんかな、内容的に。ねえ。エピソードが結構、ここ4つほど枠があるんで、割と長いエピソードになるかもしれません。よっしゃ、やっていきます。お、なんだこれ。どういう状況？これ時系列どこだ？ちょっと幼いな、二人が。姉さん。あれ？なんか、液体になんかホルマリン付きされてる。俺、ホルマリン付きされてる。またここに来ていたのかね。これ、春視点か？え、春かこれ。この二人がおるってことは多分春も生きとるんだと思うんですが、って感じやけど、あれ？ソニアに心配をかけてはいけないよ。博士、この子はあとどれくらい眠る必要があるの？ここってあれか、研究所のどっかだ。さて、どこだこれ。それは誰にもわからない。液体には入っとったって言ったらさ、現在には存在しない記憶をたどり、別次元に存在していた何かを引き寄せることには成功したが、この先は未知だ。俺も未知だわ。なんだこれ、こんなエピソードあるんじゃ。そばにいても何も変わらない。我々にできるのは待つことだけだ。一人ぼっちにしたくない。なんだそのノエルのギョッとした顔は。何アイコンタクト取ってんだ博士に。春、私はここにいるよ。俺春なんだ。俺視点春なんだ。なんかさ、リリーの人間版の母体がさ、こうなんかカプセルの中に入っとるシーンがあったけどさ、その視点かなんかなちょっと思っちゃったけど、春なんじゃこれ。春こんなとこおんの。どういうことがあったんだこの時間、時間帯、時系列さ。私気になりますなことが起きてる。私気になりますって、俺の中のチタンダエルが、あ、ソニアママじゃないか。あー、べっぴんさんで、あ、ケース遠ざきも後ろにおりますね。あ、触れている。持ってるわけではないの。この子は、あの子とは別の存在。
私が存在を願って私の罪を背負って消えた。どうしたら償えるの？その本編の最後でノーマルエンドを起こしたい。で、過去の実験がノーマルエンドの方の通りになって、その直後ぐらいの時系列かな、多分。そういうタイミングだと思う。諦めるのはまだ早いだろう。アルバートは実験は失敗したわけではないと言っている。ああ、ひどく不確かな存在だが、確かにそこにいる。ああ、そうやね。まさにノーマルエンドのラストのシーンみたいな感覚やで。ハルが残留思念としてみんなを見守っている。それに気づいているのはマイヤだけみたいな感じ。彼の記憶はそういう時系列か。この世界で起こりうる全ての事象、全ての可能性を粒子は記憶しているんだ。そっか、存在感が消えたかと思われたんですけども、人々の記憶からだいぶ消えてるんですけども、粒子としての存在としてハルという存在はまだまだこの世に残っているってことか。自分が何者だったかを思い出すことさえできればきっと目覚めるはずだ。なるほどね。だから記憶を読み取れるものを全部読み取って自分の記憶を集めることでトゥルーエンドを解放できたわけじゃ。完全にゲームのシステムと合致しとんやな、ストーリー。その記憶を読み取るアイテムがさ、自分の仲間であるノエルの部屋にもあるっていうのがさ、本編で全然いかんでもいい、ノエルの部屋にもあるっていうんがね、やはり春の記憶だからこそっていう感じだね。記憶修復率 70%。 なんかアイリ髪型ちょっと違くない？なんかこんなに髪の毛長かったっけ？もうちょい短かったような気がするんやけど。おかしいな、もう目覚めてもいいはずなのに。アイリ、アシュ来た。ゲッて言うちゃって亜種がこの見た目ってことは、これはディスクロニアの本編の時系列になりますね。時間が飛んで。どうして逃げ回るんだ。いや、あんたももう子供じゃないさ。我が家たも元カレみたいな感じになっとるやん、亜種が。私を追いかけ回すのはやめたら。我が家た元カップルやん、こんなん。肌から見たら、お前。アイリー、君こそいい加減逃げ回る。今日という今日は観念してもらう。いやー、これさ、物語だったら別の男が出てきて、それ止めに入って助けに入って、その男とアイリーがくっつくみたいなパターンあるよね。俺入ろうかな、割って入ろうかな。あープロポーズ。ちょっとムードですね。ムードあるかもしれませんね。できれば夜景の下でやりたかったんですけどね。アストラムクローズにそういう場所ないですね。ひまわりか。ひまわりでこういう花束作るのはさ、意外と見たことないな。こういう時ってバラとか、チューリップとかのようなイメージがある。やっぱディスクロニアの世界線じゃバラとかが、そういうのは貴重なんか。小さい頃から追いかけ回して、なんかまんざらでもないような顔してるなお前。俺はしつこいんだ。しつこく迫ったらめちゃくちゃ嫌われる人と、評価が一点変わって好きになるパターンがありますけど、アッシュはどっちのタイプでしょう？やばい、アイリのまんざらでもない顔俺好きなんやけど。
お、呼びかけてくるようやな、マイヤが。あなたが眠っている間、たくさんのことがあったんだ。な、この感じからしたらさ、こう長い間毎日毎日寄り添ってくれたんだろうなって感じがする。ソニアさんは私たちのお母さんになった。時々ケイスさんが遊びに来て、博士と3人で珍しいお茶を飲んでる。とか実験が、実験を止めたけんさ、過去の実験を止めたけん、このソニアがそのエレンになるっていうならんルートになったんやな、ね、今。アッシュとアイリさんのことは知っているでしょう。うんうん、つまりイフの未来になったんやな、これ。時系列的には本編なんやけど、本編と同じ時系列やけど、時間帯的なんは。ノエルはあなたが甘やかさないからちょっと大人っぽくなって。リリー、あ、そういう感じになるのね。二人で元気いっぱいだよ。そうか、この話ってノーマル、ノーマルエンドをクリアした後の時間帯に、時系列になったんやな。春がいない物語か。登場はしないけど存在感としてね、こう強く生きながらやってるよな。そしてリリーのこの人間体をさ、じっと見る機会がここには出てきている感じ。とか、そっちがそういう喋り方するんじゃ。だから人間体の方がその声で喋るんじゃ。こうなると。こうなんやな。いや、お前も喋るんかい両方喋るんやちょっとびっくりしたわ。別人格とかじゃないんやな。あれ待てよ。人間体の方ってさ、リーディーの名前になっとった。ちょっと、録見返したんやけど、今。後でちょっと録画見返そう。人間体の方、ログの名前なんてなっとったっけ。メッセージボイの名前。アストラムクローズの外に。あ、それって、ノーマルエンドでも外に出とったけど、そういう時の話かな。あーん。おっと、短かったんですけど、すごい心温まると言いますか。そっか、そういう感じだったんやな。このまま、その、ノーマルエンドのラストを見た砂漠のところまで繋がってくるパターンじゃ。こういう感じの、春はいないんだけど、みんなが幸せそうといえば幸せそうになってる感じ。ああ、こういうの、後から組み込んでくれるんいいですね。ディスクロニア、ほんまに心に残る作品でした。もうディスクロニアでほぼ見せてない部分はほとんどないんですけども。また、次回作期待しております。株式会社マイディアレストの皆さん。このゲームの続きっていうかさ、次回作もね、多分、いつか出るかと思いますので皆さん、株式会社マイディアレストの名前。このディスクラニアが面白かったなと思う方は覚えておいてくださればと思います。というわけで皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。今度こそディスクラニアの実況、これで終わりです。おつけ！